し、失礼します。Thank you.
評価よろしく。あなたのことなど微塵も存じ上げませんが。そう？でもそんなことないでしょ。歩いたらそれまでのことみんな忘れそうな顔してるのに覚えているはずだなんて。そうね、ごめんなさい上原くん。それから私のことは京花って名前で呼んでいいわ。あなたは私の使用人ではなさそうだし。小物にお似合いの殊勝な態度ね。昼ご飯だって私の指示通りに作らせたんですからね。おじさまだって直接手を下すのは伊藤や坂下でもお金は全部自分の懐に入れてるじゃない。使われるようなクズと。
男なんて大嫌い。から教えてあげるけど、海に徳島の徳で家徳、それから教科は安ずに書家の科。ごめんなさい、三流大学がせいぜいのあなたに噛んで含むように説明しなかった私が悪かったわ。書家は本棚の方の書家、カタカナで
カロって書いて、その下に木と書く漢字よ。わかるでしょ、そのぐらい。あなたみたいな足りない人に怒ってもしょうがないわ。まず大津王子様でしょ。それから私、伊藤と坂下。ここまではもう知っているわね。あとは全員メイドよ。名前だけ挙げると、新本美香に鳥居麻也、それから上原みやび、あなたも上原だったわよね。そうか、道理で最初に会った時にちょっと気になったわけね。あなた、親戚がこの館にいたら事前にわかるでしょ。案内しましょうか。お姉さんが説明してあげますね。この館の中は大雑把に分けると、応接間、廊下、厨房、書斎、中庭、そして各人の部屋に分かれているわ。覚えた？だから応接間、廊下、厨房、書斎、中庭、書斎と応接間と上原くん、あとどこって言ったかしら。その通りよ。それで全部だわ。そうよ。よく覚えてたわね。
調子で頑張ってほしいわね。廊下よ。